時に食ってきた。難しいやないか。バム買いとも。バム買いとも。難しい。シーバそうや。なってた。渋いですか。なってたんやつだ。でかめば大きいね。本当に揚げたっていいと思う。あげたで、せーの、でも釣りが好きだな。私も上がらへん。おお。シーバスになってしまった。もうなんか食ったけど、なんやろな。お、粘るや、サイズの絵。あ、切れた。落とした。尺ぐらいやったよ。リバーあった。一番釣ってたのは、あなたですね。スライムさんですね、スライムさん。ちなみに今日はちょっと変わった釣り方してましたが、どういった釣り方でこの大きなやつを釣ったんですか。今日は、アジの釣り方で釣りました。ってことはピューってやってスーの時に食ってきた。おスイム中に食ってきた。なるほど、ゆっくりとスイムですね。じゃあ楽しみです。測ってみましょう、はい、何センチですかこれ。気のせいやろな。ちょっと1センチ縮んだかな。尺や尺。尺ってちなみにどのサイズ、どのくらい大きさ。ここ。さあ今日はね、ちょっと知り合いの人とやってますメバリング。お、メバル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 。何何？メバル。手前やったぞ。メバル。ガシ。ガシや。前に居るっていうことね。そういうことや。生後が釣れてこうへんだけいいんやて。全然近場で釣れるからな。よし、やってみましょう。キュッと投げて、投げる。そしてカウントをしっかりと。ちょっと深いんかな。さあ、釣れるのか。表層もちょっとやってみようかな。よっしゃ、あー、外れた。外れた。ワームで、テトラのキワをこう落としてった方が確実性があるな。深いな。でも結構そこから巻き上げてきたった方がいいな。よっしゃよっしゃよっしゃ。ホールやな今のは。これはちょっとちっこいな。メバルはメバルなんやけどちっこいな。はい、よっしゃ。メバルちょっとちっこいな。
かわいいな。はい、メバル。寒い。どうしようかな。これでいこうかな。ピンクいいね。なんかエロいね、このピンク。透け取るのもあるね。でも水的にどうだろう。シルエットはっきり見さした方がいいよね。なんでこっちのピンクで。釣れている時にワームを変えていくと。正解がわからないんで、釣れてない時ワーム変えて釣れやんなって言っても。ちょっとね、あのシルエットちょっと短いやつに変えました。よっしゃー、食った。ちょっと、おー、でかい。でかいね。これもでかいよ。よっしゃー。オッケー。はい。メバル職人のピンク。いいね。サイズいいな。25ぐらいかな。宇宙のような人も。釣れたのは、ちょっと、よいしょ。メバル職人のピンク色に変えたら、取ってきました。はい。この前はね、大潮だったんだけど、今日は中潮。今ちょうど下がっていってんのかな、これ潮が。よっしゃ、来た。おったな。よっしゃよっしゃしゃ、でかい。サイズいいな。はい、メバル。意外とメバリング難しい。そして楽しい。よいしょ。よっしゃ、こんな感じ。投げて、あとカウントをしっかりと。これでも層が分からなかったら全く釣れないんで、いち早くメバルの層を探るっていうのが本当に大切なの。電気打ちよりも釣れるぞこれ。もうワンに帰り、その方が釣れるで、これ絶対あるよ。どうやらね、電気受け諦めてワームするみたいです。おじゃーん、よっしゃ、炸裂炸裂。おお、でかいでかいよ、これもでかいわ。ちょっとね、切られやんように前のね、テトラに潜るんやな、そいつら。あ、でかいな。ええ、メバルや。うわ、やべえな、これでかいぞ。やべえ、どうしよう。切られやんようにしな、魚。いくぜ。たぶん、よっしゃー。あ、でかい。でかい。やばい。ザン。でかい。はい。メバル。25ぐらい。うわ、ごがっつりや。よいしょ。ダイソーの道糸でも十分いけるな。